えー、はいいいでですす、えー、休日ろろ、えー、楽しんでおります、えーとね、結局、あのーま、コンピューターのお話なんですけどもね、ねライゼンを CPU にして、ね、格安であの5万円ぐらいでどうもできそうなので、えー、この際、自作で p c を組み立てようかと思ってるんですよ。 幸い今うちの次男坊も帰ってきてるもんだから、えー、彼にちょっと手伝ってもらいながらね、えー、なんて考えてるんです。でいろいろ今動画非常に初心者向けの動画、あのー、あってですね、えー、それで、まあ 随分変わったんだね。私がだから Windows 3.1とか出てきた頃なんていうのと、今とではハードウェアっていうのが随分進歩したんだな。メモリーなんてものすごく当時高かったんだけど、今、えっ、ー、と、8メガ8メガで、えっ、ー、とあ、メガじゃないのギガだっけギガだっけもう単位がもうわけわかんない。 3000と,とか4 0手に入るっても信じられないような時代であと SSD なんていうのも,もう当たり前なんだね。 ハードディスクは高いくて手が出ないなとかって言ってたのはもう今やいやもう昔話だなって感じであの思ってたんですけどもですごいなんか高性能なパーツが格安で手に貼るんで AMD での, AM の CPU ってめっちゃなんか安いんですよあそれだったら5万円以内で多分できるなと思って 今、あの、えー、勉強したんですけれども、基本的にただ、パッとつないでいくだけで、企画さえちゃんと合ってればあの、そんなに難しくないんだね。昔のあの <laughs> あの FM7 とかあった子に Io のなハードウェア編とか見てうん難しいとかって思ってたイメージがあったんだけれども今のそのパソコンっていうのはもう完全に IBM 互換ののベースにして企画されてるからあのコードをつないでいけば。 あの慎重に言できないことはないんだろうと思うんで,でさっきチャット GPT 拝見してねあの、えー、とパソコン自作の仕方を教えてよっつってまた例によって質問攻めにして、えー、たんですよ。来ンで、あのー、作るんだけどさどうしたらいいみたいなんであ,あれどこ行ったあそうそうこんなあのソケットの規格がどうだとか。 SSD の沙たってんだっけそういう企画なんですってね。<laughs> とかいろいろと思う、詳しいんだよねと思いながら聞いたんですけれども、えー、一応ちょっと、あのー、うちの息子との、あのー、共同で、えー、一つ安い、あの、ライゼンマシンを6コアぐらいのやつ作ってみようかなと思って、そこで、その、なぜインテルの CPU では、 あのかえってヘルトの遅くなったのかライゼンではそらくあのアームみたいにそれなりにヘルトの効果が出てくると思うんだけども、えー、そんなのをやってみたいななんて思ってますそれであの今朝もお伝えしたそのチャット GPT にね、えー、あチャット GPT、ね、あのえー、っとレディットレディットディスプのところでね、えー、いろいろとこう コメントをくれてんだけどもこの人ってしかしど,どういうのかの最初はこう真意がはかれかねたんだけどもあれどこ行ったっけえー、っと出てこないねえー、っとあこれこれなんかあのコメントくれるもんだから、まあ、一応答えてはいるんだけれども,もうこの人いきなりそんなのは完全に間違ってる説明せよみたいな。 と言い出すし本当、この人、それこそこの人分かってるのかなって感じで、でも、そんなにあの手帳に対応はしたんですけれども、まだなんだかんだ言ってくるんで、あのまあ、それなりにお答えしたんですけれども、私の頭にあるのは、そのマッカシー博士とか、伊藤先生がやってた頃のあのリスプマシン、特に私、あの影響を受けてるのが、あの伊藤孝也先生の、 えとパイリスプっていうののこうアイデアを見,こう見ながら真似してみようみたいな感じでやってるんで,ああ,でるあ,ああいうアプローチを取ってるんですけどそういうことをその、えー、コメントが彼にって言ってんだけれどもなんかこうお互いちぐはぐみたいな感じで彼は何 <laughs> 言ったのかなって感じなんだけどどうもあの頭にあるのはエリクサーとかアーランとかのああいうマイクロ プロセスを使って、並列の性能を引き出すっていうところに頭がいってる風な感じがするんで、そうじゃないかなって言って、さっきコメントしておいたんですけれども、えー、どうなんでしょうね、いずれしろ、なんだ、そのやアームのマシン持ってるとか言ってるから、じゃあ、試してくんないって提唱お願いしたんだけれども、いや、今、バカン巣だから、家帰ってからなんてふざけたこと言ってるし、ダメだ、こいつ、発展なんねと思って。それであのあ今 ちょっと今、分解してね、これ古いやつですよ、もう 10, 10年までいいかな、7、8年前に買ったやつでね、まあ、時々は部品入れ替えて、あのえっと、売ったんですけども、さすがにもう古くてね、えー、なんですけども、ただあの、マザーボードとか電源の規格っていうのは、ほぼ当時とそんなに変わってないので、 分解して、あなるほど、そこにそういうプラグを接続するのか、そういう企画かみたいな感じで、それで動画とチャット GPT から教わったことを今、頭に入れてうんあ、この程度だったら、プラモデル作るみたいな感じですかね、あのこれが本当にあのスクラッチでねあの、模型作るって言ったら大変で、ちょっとやそっとでできないんだけども、プラモデルは説明書通りに作っていけばできちゃうんで、 で今の,その自作 PC っていうのもあの、企画さえちゃんと合うように、セレクトをすれば、あとは慎重に組み立てていけばん、できないことはないな、そんなに難しくないな、それこそ昔の Io ハードウェア編にあったみたいな、あんなすごいことを要求するような内容ではないので、あできる、できる、プラモデルと同じだって感じで、で今あの、ちょっと計画を立てているところです。いろいろ楽しくなってきました。 えー、並列だってもまあい,いろいろとあってどっちかだったか新しい考え方の並列ってのはアーランとかエリクサなんだろうけどもねでえっ、ー、とリスプなんかが割と早い時期に並列をしその研究に取り掛かってるとあマカシー博士がとか伊藤先生の若い時期 日にその出会ったことがきっかけで並列リティスクの研究始まったって確か読みましたもんですからかなり歴史はあるんだけれどもやっぱ当時と今とではだいぶアプローチも違うし大体いいマシンの性能も桁違いにまあすごく良くなってるんで。 マルチコア並列性能に優れたものが出てるんでそれを生かしてまずは当時その伊藤先生真っ赤師博士がどんなことを思考したのかなってのをたどって自分なりに辿ってみてねそれで、えーまあ、今時の流行りのエリクサーとかアーランとかありますけども。 その後の際も考えつつど,どんなやり方があるもの、ね、今のマイクロプロセッサーの並列を生かすようなリスプ的なアプローチっていうのはどんなんだろうねなんてことをねこ,のこれからしばらく考えてみたいなと思ってるんです。えーまあ、点バージョン3.0で一応自分なりの,あの IS リスプスタンダードの準拠したものを作るっていうのは達成したので。 それをベースにして、ちょっと並列リスプっていうのをハードウェアも含めてですね、いろいろ楽しんでみたいな、探究してみたいなというふうに思っております。はいそれじゃ